本日紹介いたしますのは抗体糖鎖自動前処理装置 MUP3100 となります。抗体糖鎖の調整キット、オートイージーグライコマブ N キットを始末を装置の中にセットしていただくことで、抗体医薬品の培養の原料となります培養液から糖鎖成分を抽出し分析できる状態まで処理をするということがこの内容になります。今回のこの MUP3100 はですね、抗体といわれるサンプルのところからですね、糖鎖を切り出す、さらにですね、その切り出しました糖鎖を LC や LCA マスで分析できる状態に化学反応を起こすというところまでがこの MUP3100 の作業内容になります。品質管理の工程におきましても自動化のニーズがございます。前処理にはですね、高い技能と忍耐力が求められます。ピペッターの分注の作業でありますけれども、たくさんの分注を繰り返すことになります。またですね、品質管理のために行いますので手順を飛ばしたり間違えるということができません。最近の作業の検査の現場としましては、人手不足でありましたりとか、コストカットの要求、人材の流動性も高まってきましたので、新しく入った作業者の方に技能を継承したり技術を教えるといった課題もございます。これらの課題を解決するソリューションとしまして、我々が今回開発いたしましたのはこの MUP3100 になります。消耗品のキットを自動機にセットいたしまして、あとはサンプル数を入力しまして、ボタン1つを押すだけでございます。前処理にかかる工数など大幅に削減することができます。一度のセットでですね、最大24サンプル、この MUP3100 にはセットすることができます。スタート直後に少しこのピカピカと光っておるのが消耗品チェックを行っている様子になります。あらかじめ内部に備えております画像認識用のカメラが装置の上部にあるんですけれども、こちらにですね、前もってあの画像を覚えて記憶させておきまして、そちらとあの実際に撮影セットしていただいた状態と照らし合わせまして、もしここで不足分がありましたら、お客様の UI 画面のところにですね、数が足りてませんよ、間違ったところに置いてますよといったところまでアナウンスすることができます。このロボットアームの特徴といたしましては、人と同じようにですね、手に持っているのが電動のピペッターになります。基本的に人が使うものと同じものをですね、ロボットアームが使い見まして同じ動きを正確に行っています。デモといたしましては液体を分注している動きになります。基本的にはですね、このスミトンベイクライト様の試薬キットをトレイのところに1つずつセットしていただいて、キットを並べる右のトレイと左の試薬をその他のですね、溶媒などを入れるトレイのところにセットしていただいて、あとは消耗品のですね、このピペッターのチップなどをですね、セットしていただくと、であとは UI 画面からスタートを押していただく。ただこれだけでですね、一連の動きはこのロボットアームが人の代わりに動いてくれますので、前処理を最後まで完遂することができます。こういったですね、取り組みをですね、我々としても今後も継続していってですね、バイオ医薬品、次世代の医薬品開発を支援するようなあのプラットフォーム作りっていうのを我々も進めていきたいと考えております。